26万円分の生体を購入しました。贅沢三種盛りです。むちゃくちゃでかい。でかー。これ重大なお知らせですけど、ほはい、どうもこんにちは、みのりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがピラフオカさんです。ピラオカ、ピラオカさんだ。やっちゃった、ごめんなさい。ピラフオカ、ヒラとピラが似てて、まあまあ丸をね、つけたら、はい、ピラオカ。すいません、ピラーじゃないですもんね、まず。ピラーじゃないよ。平岡さん。うん、はい、すいません、平岡さん。はい。一緒に、伝説作っていこう。ギャグワクワクする回ですね。まあ、確かにワクワクする回なのかな。はい、うん、これはね、なんだろうな。まあ、今までもあったりはするんですけど、はい、そこともちょっと一味違ったというか。はい。ところも込みの、お名のもと。名のもと。最高の時間になったっていう感じです。ちょっと一味違うぞ、はい、ちょっともうほぼ答えか、あれしかないでしょ。なんでしょう、チェンジアップ覚えてみた。一味も二味も違うのかな、やっぱり分かんないけど違います。チェンジアップも気になるところかもしれないですけども、はい、今回それで言うと真逆かも。真逆、剛速球です。剛速球、今回はい、生体展示のために26万円分の生体を購入しました。いや、はい、すごいね。26万円分の生体を、購入したっていうので、それを紹介していく動画にはなるんですけど、まあそれの、まあ、1個の理由として、はい、このね、クワカ部長の1階を今店舗にするっていうのを進めてまして、うん、はい、そうですね、うん、また進展があったらね、4月とかあたりから随時いろんな動画上げていくことにはなると思うんですけど、そうね、はい、まあ、内装の方も、はい、進めていってて、はいはいはい、まあ、そこから固まってもうすぐ内装スタートみたいな感じになるんですけど、うん、その工事の方が入ってくるんですけど、はいはい、そういった中で展示をねたくさんするお店だから、もう、うん、ここに行けば、世界のクワカブがたくさん見れるみたいな、はい、いや、そうですよ、ところにしたいなと。やっぱそうね、うん、いう部分作っていきたいよね、はい、作っていきたいんで、はい、そこで、まあ、まあまだね3月中旬なんですけど、購入できる、まあ、寿命が比較的長い系の種類とかはもう先に購入して、はい、で、まあ、展示は生態なんでね、オス、うん、の生態になるんで、はい、まあ、ブリードもしつつ、はいはい、で下でオスを展示できたらなみたいなので、はい、だから、まあ、展示をするっていう名目のもと、はい、爆買いさせてもらったって感じです。なるほどね、はい、いやー、でも26万円分、はい、相当ですけれども、まあ、そうですね、気になるのはどれぐらいの数であったりとか、はい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 、そういうのがみんな気になってると思うんですが、そうですね、種類としては今回の、はい、生態だから、もうブリードするために購入したとはまたちょっと違うんで、そうですよね、26万円で1匹とか結構あったりするんですけど、はい、動画では過去動画とかではね、はい、もうそういうのではなく、なくたくさんいろんな種類買いました。なるほど、はい、で僕もね初めて飼育する種類もいるんで、お、うん、まあちょっと見るのも楽しみです。確かに生でゆっくり見る機会とか気になりますね、うん、あるんで、まあ種類として先に言うと、はい、数は、はい、もうね、ちょっとね、まあ、いろんな場所でちなみに買いました。ヤフオクだったり、ショップだったり、はいはい、っていう感じでいろんな場所で買ったんで、うん、もう先にまとめました。はい、こんな感じで。お、すごい。あ、なんかできる人みたい。いや、できる人みたいですよね。できる人みたいです。はい、ここに今、生態もまとめました。はい、まとめてます。はい、産地とか、もろもろ。で、数が、今回紹介する数、はい、で言うと、18種類です。18種。はい。すごいね。はい。18種前後18種前後、はい、ちょっと20種前後とかだったら分かるよ、はい、18種前後、18種前後、はい、まあ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 、そうね、もしかしたら数え間違えたとかあるかも。そうですね、まあまあ、まあ、はい、大体それぐらいいますよ。そう、まあ一応これまとめたんですけど、ここでちょっと紹介できない種類もいるんで、うん、まあその、なんていうんですかね、今まだ届いてない子とか、あ、なるほど、がいたりするんで、若干変動があるから数え間違いがあるかもしれない。なるほどね、はい、ただ10、はい、おそらく18種類です。18種、はい、18種類の生態をバンバン見せていくって感じになるんで、バンバンジーって言われました。はい、ご視聴ありがとうございました。終わりました。きっかけやめろって、なんか罪悪感感じるから、はい、やめてよ。あ、そうか、それもやめて。あ、すいません、はい、はい、まあでも本当にたくさんいろんな種類が今まで18種類登場するってないんじゃないかな、一動画でね。一動画で確かに、そのショップ巡りとかじゃない限りは。そう、ショップ巡りだったり、まあ、ヤフオクの出品
品で出させてもらう生態よっていう時も18種類っていうのはないと思うんで、まだいかないよね、過去最多かもしれないですね。うわすごいですよ。はい、なんでこれちょっともうめんめの穴かっぽじてよく聞いてください、うん、もうなんかめんめの穴かっぽじて、ねはい、らしいです。はい、ごめんなさい、なんか、はい、耳とめめが、うん、めめて耳と目が、はい、合体しちゃってめめって言っちゃいました。耳って今言ったから、はい、目も2個にしないとって思っちゃったんですよね、はい、だから目もやっぱ増やさないとっていうので、やっぱ18種類なんでね。そうですね、負けず劣らず、目も増やして目にさせてもらったんですけど、いっぱいで、はい、耳の穴かっぽじって、はい、よく聞いてみてください。うん、目、はい、見ましょう。はい、はい、ということでね、はい、ここまで多分2秒でお送りしてると思うんですけど、そんなことない、長い、はい、ここにね、ちょっと出させてもらいましょうか。はい、フィールドです。しゃあ、ここにフィールドですね。はい、1種類ずつ、はい、もう手に取った子から順にやっていこうかな。あー、なるほど、はい、わかりました。という感じで、ちょっとワクワクしますね。いや、確かにちゃんと改めて、はい、生態を確認するのも楽しいですしね。そうですね、はい、どうしよう、まあ、もう手に取った子からって感じになるかな。わかりました。はい、行きましょう。まず1種類目、はい、あ、でもこことここは同じタイミングで出したいな。あ、なるほど、一応その辺はね、はい、はい、あるそうです。そうです、オスから、オスだけ出していきます。オスを出していきますね、はい、ちょっといっぱいいすぎて混ざっちゃうと怖いんで。そうですね、はい、ちょっとごめんなさい、オスだけ、はい、で、気になった方はね、検索とかもしてみてください。そうですね、まず、はい、まず一発目、一発目飾ってくれるのは僕の好きな系統の種類です。ほ、好きな系統のこちら、はい、はい、出ました、琉球コクワガタ。琉球コクワ、まあ沖縄のコクワガタで、はい、まあ琉球ですからね。あ、はい、いいね。のこいつ自体は、産地自体は沖縄本島の、はい、方になりますね。本島ですね、はい、おー、あー、そう、やっぱまあ沖縄の方ってちょっと特徴の違うカブトムシクワガタがいるんですけど、はいはいはい、この僕らが知ってるコクワガタとはまた全然違う、うん、そうね、パッと見た感じ大クワの顎みたいな、確かにね、ハサミが特徴的で、うん、こういう結構ね、こういう系のコクワガタが、まあ、離島の方にはいたりするんですけど、へー、琉球コクワガタって名前もかっこいいですよね。確かにね、うん、琉球っていいよね、はい、そう、これがまずワンペア、ワンペア、はい、買ってて、はい、で、ちょっとね、こっちにいるのを覚えててほしいんですけど、はい、このコクワガタ、まあ、いろんな各地に、離島の各地にもいるんですけど、はい、もう一種類離島のコクワガタ購入してまして、はい、もう一種類が奄美コクワガタ、奄美コクワ、はい、奄美大島の方のコクワガタ、はい、まあだから県でいうと鹿児島かな、はい、はい、それがこちらです、はい、はい、もう似てる、めちゃくちゃ似てますよね。そう、めっちゃ似てんじゃん。僕のチャンネルで言うと八重山コクワガタっていうのが、はいはいはい、はい、すごい似てるんですけども、はい、まあ八重山の方のねコクワガタで、うん、めっちゃ似てるな。そう、めっちゃ似てるんで、ここ混ざるのはちょっと怖い、うん、そうですね、今右手にいるのが琉球、はい、僕はで、こっちが奄美、奄美、はいはいはい、そう、だから僕もね、初めてこう見比べたりしてるんですけど、うわー、でもやっぱね、島ごとでこうちょっと違うと、うん、はー、すごいね。でもパッと出されたら分からんね、これは分かんないですね。今、違い、特徴、もう個体差かもしれないけど、若干琉球コクワガタの方が光沢感強いなっていう感じかな。まあサイズはね、一旦置いといて、背中の光沢感が琉球コクワの方が強いですね。ちょっと強く感じますね、うん、右の子の方が。そうですね、だからこの離島系の子はこういう二股に分かれた、はいはいはい、いわゆるちょっとちっちゃい大クワガタ、なんだろうな、コクワガタとヒメオオクワガタが合体したかのような雰囲気の系統のフォルムっていうのが多いんで、これ不思議なんですよ、なんかあんにょかな、うん、はあ、これが琉球コクワと奄美コクワ、これ2種類ですね、2種類、はい、はい、このペアで購入してても動き始めてるんで、うん、まあ産卵セット組んでみようかなって感じです。いや、いいですね、はい、まあ、飼育個体ですね、はいはいはい、そういう子たちがまた展示もされていくと。そうですね、この子、今登場した子が展示される予定です、うん、なるほどね、はい、この子自体が、この子たち軸が出ると。そうですね、
はい、6月を目標に今進めてるんですけど、はいはい、これ2種類2種類、はい、さあまだまだいますよ。すごくないですか。うん、奄美コクワガタ実はめっちゃ人気なんでね。やっぱ可愛らしさもあるしね。だから、うん、結構昔から見てますみたいな方、うん、の視聴者の方とか、うん、やっぱまたコクワガタ特集的な動画も出してくださいとか、うん、言われたりはするんですけど。あ、嬉しいですね、はい、そう、まあありがとうございますみたいな、うん、僕もめっちゃ好きなんで、うん、ただ八重山コクワガタも、うん、もううち途絶えちゃってて、うんうん、でだからこのタイミングで、うん、はいはい、そういった離島のコクワガタまた復活できるんで、いや、いいですね、うん、今後また割り出しとかも、まあタイミングが合えばやろうとは思うんで、はいはい、楽しみにしててください。いや、お待ちください。はい、さあ、そして、だから次3種類目です。3種類目これはね、結構よく見たことあると思います、うん、皆さん。おお、ショップとかでよく見かける、はいはい、マレーシアのクワガタなんですけど、マレーシア便でよく入ってきてると思う。へえ、うん、めちゃくちゃかっこいい。飼育するのは初めてです。初飼育。はい、はい、こちら。はい、どうだろう、これ見てわかる人とかいるのかな。ああ、わかります。まあクワガタではあるね。そりゃそうだろう。いや、クワガタやね。そうよね、ミモリ。いやあ、この感で、あ、笑い死ぬとこでした。いや、笑い死んでないな。一言も笑いが聞こえなかった。いや、だから本当に笑う時って笑わないのかもしれないですね。あ、もうそれぐらい。ああ、はい、もう、はい、まあごめんなさい、すいませんね、こんな、はい、俺みたいな。いやいや、そんなことないです。俺みたいな負がこんな時間使って。全然。平岡さんのこと負って言うつ誰なんですか。お前だよ。見て。そんなことより、これ誰ですかこの子。はい、ライヒヒラタですね。ライヒヒラタ、名前確かに、うん、はい、なんかショップとかで見たことあるわ、うん、そうですね、うん、これは あ、俺ライヒヒラタ出しちゃったか。いや、次の、次出そうと思ってたやつを。ライヒヒラタは次やったんや。はい、なんか、でも見たことあるよね。そう、これスマトラですね。スマトラ島の方。スマトラ島の方、はい、マレーシアじゃなく。あ、はい、あ、マレーシアのやつは次出てきます。ああ、なるほどね、はい、あ、順番が一応あった。まあでも、まあ俺的にいいなんで取った順ってね、はい、まあもう言ってたから、はい、ちょうどライヒを取ったしね、はい、ごめんな。ごめんね、なんか違うよって言われたらちょっと動揺しちゃうよね、はい、そんなことないよ、お前が今主役。スマトラ島の平田クワガタ、はいはいはい、ライヒ平田、はい、で、このね、うん、先端めっちゃかっこいいんですよ。結構立派な子ですよね、多分 50mm アップって感じで、お、はい、まあ、これ野外個体なんですけど、はいはいはい、この先端のこの造形美が綺麗というかね。いや、かっこいいね、うん、この突起の2個目の突起部分が、そうね、こう持っていき方というか、うん、そこまでのね、そう、ちょっとこう爪っぽい感じで二股に分かれてる感じとか、こういう系、いいね、うちで言うと、はいはい、中国コクワガタとか、ヒルティコルニスとか。あ、ヒルティコルニスね、うちで言うと、はい、あそこら辺のことがこういう形状の、はいはいはい、顎が、顎先がこうちょっと複雑な感じで、なるほど、ね、この先端の感じ僕めっちゃ好きなんで、かっこいいよね、はい、そう、しかもね、結構お手軽価格で、ほうほう、3000円ですね。あ、この子はざっくり、はい、はいはいはい、なるほどね。で、こんなかっこいい子が買えるっていう。で、野外個体結構インドネシア便で入ってくるんで、うん、普通にショップとかだとだいぶもう年中いるかもな、うん、基本は。なんかちょくちょくやっぱ見かけますよね、はい、そうですね、インドネシア便来たら結構入ってくる子です、うん、はいはい、はい、これがワンペア、はい、はい、なんかこの子を展示予定って感じですね、はい、はい、これ3種類目。3種類、はい、さあ、そして4種類目。4種類目、これがマレーシアの子です、はい、先ほど言っていた、はい、これもね、でも僕も全く飼育する機会なかった。お、まあもちろん見かけたりはっていう感じは、うん、あ、そうですね、結構多分ムッシャとか、はい、ランバーとか見かけてると思います、はいはいはい、こちら、はい、はい、ミラビリスヒラタクワガタ。ミラビリスヒラタ、はい、やっぱうちのチャンネルだとミラビリスノコギリクワガタとか、はいはいはい、そっちのイメージが強いかもしれないですけど、ヒラ、はい、またさっきのね、ライヒヒラタとは変わって、うん、ね、全然顎の形状も違いますね、うん、そう、なんかヒラタクワガタってこう顎がガッと開いた感じのかっこよさありますけど、なんていうんだろうな、ちょっとなんかニッパー感というかね。そうですね、そっち寄りの顎ですよね、うん、おで、光沢感強くて、そうね、うん、メスの背中みたいな。確かにね、サイズ感もどれぐらいになるんだろうな。これはちなみに 38mm ですね。 38mm、 はい、
小型ちっちゃめな感じではある。このまあそのあれが分かんないもんね。サイズ的にはもうちょい大きくなるんじゃないかな。この種としては、はい、ミナミリスヒナタの中ではこれも野外個体です。野外個体、はい、うーん、ああいいね。いやそうですね、だから結構購入するってなったらスルーしてた種類ではあるんですけど、うんうんうん、まあまあ年3回ぐらい入ってくるんじゃないかな。はいはいはい、うん、いろんなショップにマレーシア便入ってきたら結構入ってきたりしますね。イメージとして、うん、まあやっぱ見たことありますよね。ああありますか。名前見かけたことあります、はい、そう、なんか動画とかでも結構登場してると思う。はいはい、食の巡りで、はい、うん、あでも意外とスルーしてる場所かも。可能性もあるよね。うん、結構ね、あのプリンカップとかで入ってる系の種類だったりするんで、はいはい、サイズ感的にもそんなに大きくならないですね、うん、はいはいはい、はい、だからまあ平たくわがたのあのスマトラとかそっち系の大きい感じのイメージとはもう打って変わってちょっと可愛らしい、うん、そうですね、クワガタなんかね、サイズも相まってかおとなしい感じがしますけど、おとなしいよね、平たとね、うん、いうイメージとちょっと違う感じがね、この何頭と顎の感じの、うん、幅感がすごいアンバランスで、はいはいはい、確かにね、そう、ここが結構太いんですけど、うん、胸が太いから結構歩きです平田とか、そっち系が胸が太いので人気があったりするんですけど、うん、そういった感じで胸が一番大きくて顎はこうシャープな感じが、うん、そうね、うん、顎の方が本当ね、なんちょっと工具感ありますよね、工具感あるね、はあ。いいね。いやだからやっぱこういういろんな種類をやっぱり展示したいよね。そうですね、うん、そういろんな種類を展示するつもりではいるんで、うんうんうん、その中で僕も、いろんな種類、うん、これきっかけでブリードできたらっていうのも、はいはいはい、うん、だからまあやっぱこの日本で流通してる種類、うん、全部1回は羽化までさせたいっていうこう願望あるんで、ねえ言ってましたね、うん、そこにこう一歩近づいてるって感じです。確かに、はい、そのミラビリス平田クワガタ、はい、はい、これ4種類目、4種類ですね、はい、で次5種類目、5種類目、ちなみに、うん、ミラビリスはまあ4000円前後でした。はいはい、はい、ミラビリスこれはね、は僕まあそのどんぐらいのサイズまでいいのかちゃんと把握してはなかったんですけど、なんかサイズっていうよりも見た目の特徴が強いんで、うん、なんかそこのイメージがあったんですけど、あ、でっかいのこんなかっこいいんだみたいな風になったやつです。はい、はい、こちら、はい、はい、タウルスヒラタ、タウルスヒラタ、はい、おお、勇ましい、勇ましい、でかい、これね、60ミリぐらいかな、62ミリ、あ、結構大きいね、はい、結構大きい。そう、これもインドネシア便とかでちょくちょく入ってくるんですけど、このね、顎の方、うん、まあ、形状はねよく見る形状の感じですけど、はいはいはい、まあ、全体的にマットで、そうですね、これね、大きい子だと特徴が出づらかったりするんですけど、うん、出づらいというか見づらかったりするんですけど、うん、この後ろから見たら分かりやすいかな、顎の方にね、あのヘラクレスの上の角みたいに毛が生えてるっていう、うわ、分かるかなこれ、ここ、ここの内側、ブラシのようにね、あ、見えるよねこれ、はい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 、すごいね、ブラシのような、へえ、そう、これがねやっぱ不思議なクワガタ、ね、何のためについてるんやろうな。そのなんかね、だからもうヘラクレスとか僕小さい頃なんか知った記憶だけで言うと、うん、やっぱ滑り止め的な、はあはあ、挟んだ時に滑りづらいみたいなのでついてたりとかっていう話は聞いたことあるんですけど、うん、あ、そういう感覚な、感じなのかな、うん、でもこれは飼育個体ですね、飼育個体で、はい、大きいね、かな、そう、これ立派、うちにもいるんですけど、うんうん、そういう40ミリぐらいの感じで顎の形状も結構変わったりするんで、はいはい、うん、やっぱこうね、迫力のある個体の方がやっぱ見てもらう分には、うん、まあそうですね、うん、でもまあ中子とか短子の子、その顎が短い子とか、はいはい、うん、サイズ感ちっちゃくて顎短い子とかはよりこう毛の生えてる感じとか分かりやすい子もいたりとか、なるほどね、はい、まあ、個体差とか、まあこう生きてる歳月にもよったりするんですけど、はいはいはい、そういった特徴の違いもあるんで、大きいのとちっちゃい子で確かに、うん、比べてみて、そう比べてみたりとか、あとはまあちっちゃい子がタイプの人もいれば、多分大きい子がかっこいいってなる人もいると思う、うん、なるほどね、だから僕はやっぱこの大きい子、うん、
こんな大きい子ちゃんと見る機会あんまなかったんで、はあ、はい、あこんなかっこいいんだみたいな。いやかっこいいね。そうこのね艶消し感がめっちゃかっこいいですね。そうね、光沢感が全然ない、うん、ホットな感じが、うん、はい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 。そうタウルス平田、タウルス平田僕ブリードねうまくいってないんで。あそうなんよね。そう何回かチャレンジはしてるんですけど、うん、そうラねクアプラで購入したかな、また別産地なんですけど、はいはい、うまくいってないんで、まあ、ここでできたら、うん、ブリード成功させたいですね。そうですね、はい、これが、5種類目。はいはい、5種類目。5種類もう分かんなくなってくるな。次これはね僕初めてです。見るのも初めて。見るのも初。はい、その生で。はい、三輪平田っていう、三輪平田、はい、やつなんですけど、産地は台湾。台湾の平田くわかった。台湾ですね。はい、はい、これです。かっこいいっすよね。かっこいいね。お前にスパンが救えるか。いやそれ台湾ね、三輪さんね。あ二択間違えました。二択間違えた。三輪さんね、はい、そう待ち受けにするとお金が貯まるでね、有名な三輪さんね、はい、僕らの時代のね、もののけ姫のモロン、うん、そうですです。いや違います、三輪平田ですね、はい、そう三輪平田っていう。かっこいいね。かっこいいですよね、うん、台湾のね、うん、はあいいね。あ南東圏だからシェンクリングとか、はあはあはあ、シェンクリングオークワガタとか結構有名なとこですね。シェンクリングで有名なとこ、うん、その産地、同じ産地で出ているのが、はい、この三輪平田、はい、初めて聞いたね。そうっすね、これ60mm、うん、結構光沢感強くて、ね、で顎もシャープな感じの、うん、平田クワガタ。だからなんだろうな、パプア平田ってインドネシアにいるんですけど、の大きい大きくしたような感じのイメージかな。なるほどね、僕的には感覚としてはそういうのに近い、うん、この光沢感はアンタイウスとかそっちぐらい結構品のある光沢感ある。確かにね、綺麗な光沢ですよね、うん、かっこいい。おおいいっすね。いい感じですね。かっこいいですね。かっこいいね。この子もだからブリードチャレンジします。いやいや、はい、いいですね。楽しいですね。うん、どうなってくるのかな。あ、うん、まあ平田クワガタ系、まあやったことない子もいるんで、うん、なんとなく調べはするんですけど、はい、まあ、平田クワガタ系だったらみんな片爪で産んでくれるんじゃないかなっていうのは思いますね、うんうんうん、今んところ、はいはい、イントネーションバケモンでやらせてもらってるんですけど、いや、よかったね、はい、今んところ、はい、ね、そうマネできないぐらい。多分平岡さんの三輪さんのせいでちょっといかれちゃいました。言い訳すんなよ、はい、そう、6種類、はい、もう平田とコクワって感じですけど。確かに今回ね、基本平田とコクワです。あ、なるほど、はい、やっぱミヤマクワガタとかそっち系だと、うん、やっぱ寿命の問題もあるんで。なるほどね、はい、だからまあ、おいおいミヤマとかは、うん、例えば活動開始してきたりとか、はい、購入したりとかで紹介するかもしれない。なるほど、うん、からまあ平田と、うん、コクワガタ系、はい、メインで26万円分購入してるんで。すごいね、うん、だから平田コクワ福袋みたいな感じですね。確かにもはやね、うん、うん、これ1本はマジで贅沢だな。贅沢よ、18種類26万円分。そう、まだねめっちゃいるんで、はい、ちょっと急ぎ足でやりたいところなんですけど、やっぱ見とれちゃうな、はい、いや確かにいいね、うん、やっぱ一匹一匹ねちゃんと見捨てたいとこもあるし、ね、まあまあそうっすね、まあでもじっくり見るときはぜひ、そうね、あのお店でできてから見てほしいですね。じゃあもう映さとくか。いや映します、それが、まあ、映しますよ、はい、見ては欲しい、見ては欲しい、難しい、うん、うん、でも生で見た時と多分映像全然変わると思います。いや全然違いますよ、うん、本当に。だから僕も写真で見てた時と印象変わることがやっぱいるんで、立体感あってとかで、はい、直接見てね、はい、うん、だからそこで言うとね、これ見て、あこれ生で見てみたいなみたいなところをちょっと書き立ててもらえたら嬉しいですね。そうですね、はい、そして次が、はい、これね、これ僕初めてです。はい、ビッグハム平田クワガタ。ビッグハム平田、はい、オーストラリアですね。オーストラリア、はい、クイーンズランド。おお、虹色。虹色ですね、うん、虹色と同じ産地。へえ、初めて聞きました。オーストラリア、これが、これちなみに飼育個体ですね。飼育個体、はい、ビッグハム平田こちらです。はいはい、これまた、お、だからちょっと、なるほど、さっきの三輪平田をキュッとしたような。そうね、顎がよりこう華奢な感じになって。そうですね、うん、でまあ胸が広くて、うん、だからごついんだけどちょっと か弱さもある感じの。そうね、顎にちょっとギャップがあって、繊細さがありますね。
ギャップあって可愛いですね。うん、ウィッグハム平田。ウィッグハム。ウィッグ、ウィッグですね。ウィッグ、ウィン、ガーディアム、レビューオーサー。ウィッグ。ね、10回リプレイお願いします。はいはい、ここの映像も切り抜いて、はい、あの展示スペースで飾っとくんで、いや勝手に繁殖していくんで、ね、はい、単性生殖なんで、はい、やばいな今の地獄の時間やったな。そう、これもやっぱパプア平田とかそっち系とって感じです、僕の見たことある中で言うと。はー、だいぶ華奢でね、可愛いですよ ね、 ここの先端の感じがすごいね、うん、顎でだいぶ雰囲気変わるな。だいぶ変わりますね。だからちょっと平田クワガタ、まあ、うん、どの種類も言えることですけど、平田クワガタの概念が変わりますね、ちょっとね。そうね、はいはい、ごつくてやっぱちょっと気性荒いみたいなイメージが強いですけど、うん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 、有名どころのそこで言うと、う、ね、まあ、だからここは、まあ、通常で考えるとまあマイナーな種類ではあるかなっていう。はい、初めて聞きました、ウィッグハム平田、はい、とこではありますけどね。まあこれもオスメス購入してるんで、うん、はい、ブリードしてみたいですね。いやそうね、うん、まあサイズ的には飼育スペースもそんな取らなそうだし、うん、はいはいはい、飼育はしやすいんじゃないかなと予想はしてるんですけど、はい、これが7種類目。7種類目、はい、さあそして8種類目、はい、ここで一旦なんだろうって感じなんですけど、何やねん何も言わんかったよかった出してくれたらよかった。ハーフタイムショーですね。ハーフタイムショー、はい、やっぱ今アメフト、今アメフトの試合の前半戦終了みたいな。あ、じゃあもうすごいですよ、はい、アメフトハーフタイムショー。そうだからもう、うん、ボンジョビとかその他もろもろすごい人たちがショーをするような場所ですよ。本当に、うん、そう、そこのやつ僕初めてです。はい、はい、これはね結構ちっちゃくて今確認中なんですけど、今さっき上に上がってきてたのにな。ちなみに台湾のクワガタです。台湾、はい、で日本にもいるんですけど、確かちょっと曖昧なんですけど、日本のやつは採集禁止かな、へえ、なはず。一応調べとこうかな。あ、そうですね、採集禁止、なんか飼育個体のみ。なるほど、という感じです。だからまあそこで言うと、まあミクラミヤマとか、はいはいはい、そっちと同じような扱いになってるんですけど。なるほど。台湾サビクワガタです。台湾サビクワガタ、はい、サビクワガタ、はいはい、こちら、はい、はわーちっちゃい、はい、これも台湾のさっきの南東県の方ですね。南東県って読むのか正しいのかあれなんですけど、漢字で、はい、南東って書いてある、はい、なんて言うんだろう、マットな感じの、そうね、よく見るとこうちょっと毛で覆われてるのかな、若干、うん、ギッと毛で覆われてて、そう、拡大したらより分かると思うんですけど、ちょっと金色にこう、はいはいはい、こう吹いてる感じ。そうね、これがやっぱりサビの色味っていうのに近いっていうので、ね、それでサビクワっていう、はい、サビクワっていう、まあ諸説ありますけど、ほんまになんかね、はい、そのサビついてるみたいな風にも見える。そう、だからもうアンティークなクワガタですね。そう、これかっこいいね。そう、日本にもヤマトサビクワガタっていう、まあ、いるんですけど、まあ最終禁止、うん、でも飼育個体もなかなか出回んないですね。へえ、あ、うん、そうなんや。そう、すごいね。でサビクワは僕やったことがないんで、はいはいはい、ちょっと楽しみですね。いやすごいね、うん、意外とこう飼育する機会恵まれてなかったんで、うん、それも楽しみ。ちっちゃい子ですね。ちっちゃいです。そうだからここのねちっちゃい子もやっぱ見れたら嬉しいんで、はいはいはい、そのまあ展示したいんですけど、うん、1日いても見れない可能性もあるんじゃないかっていう。確かに、サイズ感的にも、うん、そうね、隠れたりちょっとした隙間に入っちゃったらもう、うん、そうなんですよね、うん、そうだからまあそういった部分もあるかもしれないけど、まあでも見れたらラッキーぐらいでね、うん、そうですね。だからまあ、うん、展示してみてどうなるかっていう、ね、とこはありますね、うん、まあ複数入れる可能性もあるし、その飼育、ね、繁殖成功したりしたら、はいはいはい、でもやっぱ見てほしいですね。いや見てほしい、うん、うん、すごいですね。はあ、まだ縮こまってます。もうちょっと多分、はいはい、したらオスメス同居させて産卵セット組んでみようとは思います。はい、はい、これで 1,2,3,4,5,6,7 8種類目でした。8種類、まだ折り返してません、はい、まだ折り返してない。すごいですよ、驚異的、ええ、そして次は、はい、これも初めてです。ほう、これチベットのクワガタ、はい、これかっこいいですよ、この形状も。平田クワガタなんですけど、平田、はい、こちら。おお、うわ、すごい、ね、
かっこいい。すごいシンプルな流木をまとってる感じの。はい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 、うん、まあ、パッと見はね、ライヒヒラタとかそっち系統の雰囲気はあるんですけど、はい、このな、このね、やっぱ顎感がかっこいいですよね。いや、そうだね、うん、シューッとしてね。そうですね。これこいつなんていう名前か、もう分かった人もいるのか分かんないですけど、これ見て、はい、ギネアトプンクタトゥスヒラタクワガタ。なんてなんて。はい、もう一回お願いします。リネアトプンクスヒラタクワガタ。いや、なんか一回目と違ったな。どっちが、リネアトプンクタトゥスヒラタクワガタです。リネアトプンクタトゥス、リネアトプンクタトゥスヒラタクワガタ、リネアトプンクタトゥスヒラタクワガタ。クエスチョン入ってるんで多分、うん、SSP とか、あ、おそらく、はいはい、リネアトプンクタトゥスヒラタクワガタと思われるっていう感じです。ヒラタの部分を言う。まあ、プンクって呼ぶのかな。いやー、一番読みやすいところで、はい、プンクオスですね。プンクですね、はい、プンクか、うん、可愛くなったな一気に。確かにね、結構でかいですよね、うん、サイズ的には 60mm、 はい、立派ですよね、うん、立派。顎がね、シュッと前に伸びて、うん、そうですね、これはもう活動して若干削れてるから多分鋭利じゃないんだとは思うんですけど、この顎の先端自体は、ね、はいはい、もうちょっと本来であれば、そうですね、うん、本来であればもうちょっとこう鋭利な感じになってるはず、うん、はははは。そう、これチベットにいるやつ、まあ、おそらくプンクだろうっていう風な種類ですね。 SSP です。はい、はい、SSP はまあそういう感じなんで、もしかしたらその種類から亜種になる可能性があったりとか、うん、種類分けされて名前が変わる可能性があったりとか、はいはいはい、っていう子に SSP っていうのが、つくっていう認識なんで僕は。なるほどね、はい、まあ、とりあえずリネアとプンクタツスヒラタクワガタです。あー、まあ、はい、ギリオッケーです。いや、最初やっぱ言えないですからね、初めて買うやつ、ね、だブラナウンコクワガタとかね。確かにな、はい、パッと言えないよね。そう、普通はね、ウエストウッディオシカクワガタとかも初めて聞く人、なんてみたいな、なるね、なりますもんね。一回じゃ覚えられないね。コロコロチャンネルでもね、森姉妹って僕が言ったら、ヘラクレス森姉妹もうやっぱびっくりしてましたもんね。いや、確かに、いや、ほんとやっぱ難しいよ。確かに、だからもう皆さんで覚えていきましょう。リネアとプンクタツスヒラタクワガタ、リネアとプンクタツスヒラタクワガタ、はい、こいつの割り出しとかね、ええ、やってこう、やってく可能性あるんでね、うん、うん、もうプンクって言っちゃってる可能性もあるけどね、はい、確かにね、諦めて、うん、だから昆虫下の展示のお店に来て、はい、まあ、ちょっとまだ名前があれなんで、うん、まあ、昆虫館と呼ばせてもらうんですけど、はい、昆虫館にカップルで来て、ええ、やっぱ男の方がね、男性の方が、はい、これリネアとプンクタツスヒラタクワガタだよとか、おう、これプンクかっけーとか言ったら、もしかしたら結婚しようって言われるかもしれない。何で言うの、はい、意味わかんないよ。いや、怖い怖い。あ、ごめんなさい、今日二重人格でやってるんで。いやいや、普段やめてよ。二重人格じゃないから。今日って何。あ、ごめんなさい、はい、これが9種類目。9種類目、はい、プンクが9種類目ですね。ちょうどこれから、はい、今が半分です、ね、半分ですね、すごい。さあ、次行きましょうか。じゃあ行きましょう。ここはもう僕のチャンネルだと結構おなじみかもしれないし、ちょくちょく登場してるはず。はい、でもやっぱサイズ、うん、展示の上でやっぱサイズでかい子っていうところも、ええ、やっぱ魅力の一つだとは思うんで、はいはい、でかい子を購入しました。はい、こちら大きい子で、はい、おー、立派。ドンキエルコクワタ出ました。ドンキエルコクワ、はい、かっこいいね。原名ですね、ドンキエル。ドンキエル、赤ドンキとか言われてる種類で、はいはい、大きくない、まあ、これ 73mm。 うわ、うん、レコードがね、どれぐらいか分かんないけど、うん、でも70後半とかにはなります。だからめちゃくちゃでかい。いや、でかい。そう、コクワガタの概念を僕が最初に崩された種類ですね。ドンキエルコクワ、はい、赤ドンキ。これミャンマーの方にいるコクワガタで、まあ、僕のチャンネルでもちょくちょく過去動画とかでも羽化してきたりとか、一番大きくて多分僕んち 70mm とかなんで、そこをもう軽々超えてきてるっていう。かっこいいね。こうですね、やっぱちょっと高学習寄りの子、はいはいはい、なので、はい、まあ数万円するんですけど、うん、そう、このサイズっていうのはあんま見ないんで、うん、いいっすね。やっぱまあ僕んちの、いつだっけな、
多分この動画上がってる時には上がってるんで言うんですけど、はい、ドンキエルコクワ自体がちょっと途絶えちゃったんで、うん、っていう中で、ナンバージャックでお買い物の際に、はい、委託の生態でドンキエルコクワ、うん、オスがちょっとまあ B 品個体のはいはい、はい、ペアを購入したんですけど、うん、それでもやっぱ2万円ぐらいしますからね。そうですよね、はい、結構ね、うん、お値段しますよこれは。そう、これはもう 高級種ですね言ったら、はいはいはい、このやっぱ赤身の感じがやっぱかっこよくて、うん、かっこいいね、うん、この上下の色味の感じが、ね、高級感のあるワインレッドな背中、うん、そしてこのもうシュッと伸びた顎 ねかっこいいよね。かっこいいですよね。でこの子はちょっと続けて見せていこうと思います。はいはいはい、次だから10種類目10種類目、まあ、こんなにね並べれる機会もないんでね、なかなかね、うん、次はちょっとサイズは小ぶりめなんですけど、ええ、ドンキエルコクワガタの亜種、はい、ドンキエルハンプイ、ドンキエルハンプイ、はい、だから赤ドン黒ドンって言われてるやつの黒ドンです。黒ドン、はい、がこちら、はい、おお、あ、ほんと黒いわ、はい、そう、真っ黒なんですよ。へえー、これ亜種で、亜種です。へえー、確かに形はね、うん、そうですけど、やっぱサイズ感はでっかいな、この赤ドンがでけえな、でかいです。赤丼がちょっとでかすぎるってのがあるんですけど、でもこの黒丼の方も7センチとかなったりするんで、うん、これもドンキエルハンプイって言われるやつ。黒丼やな、はい、これインドのマニプール産ですね。マニプール、はい、はあ、確かにこんな色味の違いあんやね。結構あります。うん、そう、まあでもこれも亜種別の種類だ、もう色違いみたいな感じで振り分けられてるんですけど、すごい、ね、形はね、うん、一緒です。そう、サイズもね、これだから60後半とかなってくるとやっぱこういう形状で、はいはいはい、そう、でもほんと色味の感じかなっていう印象です ね赤丼、うん、黒丼、そう、だから羽化したてのドンキエルハンプイって赤いんですよ、うん、まあそうだよね、はい、やっぱ羽化したては。そうで、ドンキエルコクワガタの羽化してきてからも、うん、固まってきてからも赤いんですよ、このぐらい。なんでパッと見ドンキエルハンプイブリードしてて、うん、掘り出したら赤いんで、マジでドンキエルドンキエルだと思っちゃうみたいな。ああ、もう羽化したてだと、はい、だからそうなった時は一応後ろを見て、まだ後ろが赤いかどうかとか、はい、ああ、確かにね、チェックしたりとかした方がいいですね。いや、まあじゃないとね、あれってなっちゃうぐらいの、うん、そう、しかもそのクワガタ羽化したての赤みっていうよりも、ほんとこの背中の赤みみたいになるんで、この背中だけがこう赤みが残っててみたいな、はいはいはい、僕最初初めてブリードした時に、あれ俺間違ったと思ったんですよね。あ、そういう経験ありな、はい、黒丼も赤丼も飼育してたんで、そうで、これ赤丼、黒丼ラベルを貼ってたやつに赤丼だったでしたっていうラベルみたいなのを貼って管理して、で、赤丼のメスそろそろ動くかなと思って見たら真っ黒になっててみたいな。いや、そんな、じゃあもうあれ固まってなかっただけだったんだみたいな、ったんやっていうぐらい似てたんで。へぇ、あれ俺が入れ替えたんです。やめろよ、まだ会ってなかったわ9年、8年ぐらい前の話だ。会ってないな、はい、確かに。803とギリ会ったかどうかぐらいです。803と会ったなら俺も会ってない。ああ、そうか、うん、あの日か、あの日、そうっすね、あの日に中野ゼロの、うん、あそこで俺帰ったから、ああ、そうだ、持ってきてたんや、怖っ赤ドン黒ドン、楽屋泥棒してたじゃないですかいや、持ってくんなよ、あそこで楽屋にまあ今のはね、冗談ですけど、冗談ですよ、はい、そう、だからこの亜種っていう2種類、これが10種類目、10種類、はい、まあでも赤ドンの方が人気ですかね、その種としては、飼育される中で、まあ赤丼の方が大きくなったりもするんで。なるほどね、まあ、赤身もかっこいいしね、はい、そうですね、流通数でいうと多分赤丼の方が多い気がする印象ですけど、はい、そしてここにね、また似てるけど、はい、ここよりもちょっと飼育難しいとされてたり、はい、あとは流通数が少ないとかで、はい、より、まあ今でこそだいぶ落ち着いてきたんですけど、はい、高学種系の子、はいはい、のコクワガタがいるんですけど、それがこちら、はい、ほうわ、マクレイコクワガタ、マクレイコクワ、はい、赤いやん、赤いんですよこれ、もう赤いね、黒ドン間に挟んでるけど、もう赤ドンみたいじゃないですか、赤いやん、わかんない、これもうパッと見ちゃわかんないですよね、だって黒丼が、はい、まず赤丼が、
あ、黒くなった。あ、黒丼になった、はい、黒丼が、あー、赤丼になった、はい、になってんもん、今もうわけわけわかんなくなる、ね、あれ、え、めっちゃ似てるね。ちなみにこいつは、まあ、チベットのメトクっていうとこの、このね、サイズ感で、まあ、今、はい、このたわかりますけれども、はい、まあ赤丼と特に似てるんですけど、うん、やっぱね、マクレーコクアの方が僕の認識、はいはい、ちなみに僕もブリード続けてるんですけど、えー、マクレーコクアの方がよりこうシャープですね、頭の、うん、頭と胸の、はいはいはい、ここのくぼみが、まあ、くびれみたいにクックって両方上に行くにつれて細くなって、頭は上に行くにつれて広がる範囲が広いみたいな、このドンキエルコクワとかはここが滑らか、まず滑らかっていう認識ですね、僕は。確かくびれが強いよね、うん、くびれが強い、だから胸の形がやっぱちょっと違いが結構出るかなっていう、うん、はあ、なるほどね、はい、で色味的にはやっぱこの色味ちょっと茶色っぽい赤、明るめの赤みたいな感じがあったりとか、そこの違いはあるね、かな。僕もこんなゆっくり並べる機会はないんで、あれすごい贅沢タイム、贅沢、おー、すごい、いいね。そう、あと顎がやっぱシャープですね、そのマクレーコクアの方が、はい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 、この なんて言うんだろう、形状は結構似てるんですけど、うん、ちょっとスッとまっすぐいく感じ、そうね、うん、ドンキエールとかの方がちょっと若干、うん、若干放物線描いてる、描いてる感覚はありますね、はい、横とか、うん、顎もやっぱ鋭利な感じはあります、はいはいはい、あるかな。まあ、あとはね、すごい色違い、こっちこそ、これこそ色違い、色違いみたいですよね、もうココとアッシュって言われても不思議じゃないぐらい似てるんですけど、うん、あとなんだっけな、まあでも僕パッと見て感じるのはそこら辺ですね、うん、と大きく違うのはやっぱ名前が違うよね、もうそりゃそうだろえ、どこのポジション行こうとしてます、わかんない、迷子になってたから俺もまあでもやっぱかっこいい、全部共通点はかっこいい、確かに、うん、あとやっぱ顎開く雰囲気もマクレーの方がなんかカッと開いて開けるというか、可動域なんか広い印象はあるんですよね、このこれこいつ同様、なるほどね、こうやった時になんか開きが、なんかマクレーの方がガッと横に広げられる、なんかイメージはドンキエールはこう でマクレーはなんかこう来てるみたいな、あ、感覚としてね、うん、感覚として、まあ確かに今の時点でもまあもう若干あります、うん、まあ映像でね、なんかまた広がってる感じもね、うん、ちょっと違いとか感じてもらえたら嬉しいし、あ、ここはやっぱもうコクワガタの中でも光学種系なんでね、はいはいはい、ワンペアはやっぱ、まあ、サイズにもよりけりなんですけど、うん、3万円以上って感じになったりするんで、すごいね、高級コクワガタ3種セットですね、いやすごいすごい木、これこれすごい、マクレーコクワのドンキエルコクワ、ハンプイとドンキエルコクワの方がブリードはしやすいですね、ちなみにすごい3種盛りか、すごいかっこいいね、中トロ、トロ、炙り、あーでもまあほんとそんなレベルの、あすごい贅沢3種盛りです、いやすごい、いただきますいや食べないでくださいそう、だからドンキエールやっぱめっちゃ好きなんでいっぱい喋っちゃってるんですけどめちゃめちゃ喋る、はい、そう、ドンキエールが僕の中で、うん、あのコクワガタの概念変えられて、やっぱ大きいコクワめっちゃかっこいいなっていう、はいはいはい、ところでブリード始めた種類で、うん、でマクレーコクワはやっぱちょっと難しいっていう飼育方法あんまり確立されてない、うん、あ、なるほどね、種類だったり、まあ、サイズがねやっぱ出にくいですね、僕の飼育してる感じだとね、うん、ドンキエールとかの方がサイズは大きい子やっぱ出やすいかな、はい、この3種ですね、はいはい、これで13種類かな、13、すいません12種類でした、12種類、はい、はい、なんで残り6種類、まだまだいます、いやすごいね、はい、さあ、だからもう高級コクワ型ゾーンを超えて、うん、あ、もうここは超えて別のっていう感じですかね、になると、まず、はい、次、これも僕初めて飼育します、はい、これもまあインドネシア系のクワガタで、
まあ、インドネシア便とかでもよく来る子かな。ほうしれっといる子って感じかな。へぇ、こちら、はいはい、インターメディウス平田クワガタ。インターメディウス平田クワガタ、平田です。はぁ、だからまあ、今日登場した子だとミラビリス平田とか、はいはいはい、そっち系統かな、フォルム的には。顎で立ってますね。確かに支えてますね。うわぁ、はい、おぉ、はい、それもインドネシアの平田クワガタ。だからめっちゃ多いですよね、インドネシアの方。いや、すごいね。広いからな、まあ、大陸ですからね。あー、かっこいいね、はい、インテルメディウス平田クワガタとも言われてる。あ、まあ、インターメディウスとかインテル、インテルか、まあ、インターかみたいな。おー、いいね。いや、でもちっちゃい、まあね、こう、まあサイズあれですけど、はい、かっこいいね。かっこいいですよね。かっこいい感じ出てるね、うん、強そうな感じ。そうで、この突起の、特徴ある突起の部分の間のギザギザ感もね、あって、うん、そうね、強そうな感じに見えますよね、うん、ちょっとね、やっぱ歩きですとか、うんうんうん、そっち系のフォルムからシャープな顎って感じだね。そうね。おー、いいよ、可愛らしい種類。おお、そう、こことかもね、結構インドネシア便でワッと入ってきてたりはする印象ですね、はい、なんかやっぱ名前ちら、うん、ほら見たりするイメージあるもんね。たまにいるって感じかな。結構多分無視者とかいるんじゃないかな。どうだろう、見たイメージですよね。俺もなんか無視者で見たイメージです、はい、すいません、違ったら。これも元気、はい、これが13種類目。13、はい、さあ、あと5です。5も、あと5種類出んねん。あと5種類います。すごいよ、はい、でも、マジですごいっす。マジですごいです、出ました、はい、ここら辺から、はい、どんどんこうワクワクする種類が、お、より一層出てくるんで楽しみ。そう、あの大型コクワガタ3匹を確かに ね、あそこに持ってくるって持ってくるぐらい。あ、ここからまあまあ僕のね勝手な順番で出してるだけなんであれなんです。はい、次、はい、こちら、はいはい、ダエダリオンヒラタクワガタ。ダエダリオンヒラタ、はい、へー、ベトナムのヒラタクワガタ。こいつも光沢感すごい強くて、すごい光沢あるね。うちでいうとネパールコクワガタとかぐらい光沢感ありますね、はいはいはい、本当に。一生懸命靴磨いた時の色みたいな感じで、この顎の感じもねかっこいいですね。まっすぐスッと伸びて、確かに顎のこの、やっぱこのね、ここのと、なんていうんですか、出っ張り、はいはいはい、この出っ張りがあってまっすぐガーッと来てる感じ。これがなんか段ボールとか運ぶ機械っぽいですよね。わかるよ、うん、あの下からガーってやって、ガーってやってくれそうな。これなんかかっこいいですね。あ、やっぱあれに対してかっこいいなと思ってたよ。でもやっぱかっこいいじゃないですか。あ、まあかっこいいよね。重機やっぱ男の子特に好きなんで。まあ確かに憧れちゃうよね。あれ憧れますね。確かに、あれに運ばれたいと思ってましたもんね。思ってたね、段ボール側やったり。はい、確かに濡らすとふやふやになるもんね。いや、それダンボールだろ。もう人間なるでしょ、結構、まあ、指でもシワシワになるの早いですよ、僕指。ああ、じゃあ合ってたよ。まあまあそうですね、確かに。 お父さん確かに、そういえば寝る時とか結構畳まれてたな。ダンボールや、はい、あ、そういえば畳まれがちなの、はい、紐で縛られて結んで。あ、縛られたりしてなかった。あ、でも確かにゴミ捨ての時に助けてとか言ってました。縛られてるダンボールじゃん、お父さん。ということも言いつつ、泡の出るね。確かに口を大きく広げて笑ってるみたいな。そう、光沢感やっぱ綺麗で、すごい光沢感あるね。うん、あんま見ないかな、ダエダリオンヒラタ。たまにね、俺は初めて。たまにランバーでいたりはしましたね。へえ。多分動画でたまに映ってんじゃないかな。ダエダリオン。うん。なんかベトナム便、あの、あ、ランバーじゃないかな。アルティメット、まあ。まあでもショップで、はいはい、ベトナム便って結構ミヤマクワガタとか入ってきたりするんですけど、うん、はいはいはい、そのタイミングで入ってきたりしますね、たまに、っていう印象かな、うん、はいはい、まあ、この子は飼育個体ですね、はい、はい、ダエダリオンヒラタ。ちょっと記憶がごっちゃになってたら申し訳ないですけど、すみませんが、これが14種類目、はい、はい、です。あ、ちなみにサイズは60ミリですね。おお、でも60ミリぐらいの子結構見てきましたけど、いや確かにね、雰囲気で結構なんか大きく感じたりちっちゃく感じたりしますね。確かに
その顎の形状とかもやっぱあるのかな。まあやっぱありますね。それで雰囲気変わったりね、うん、迫力、まあなんかざっくりとしたフォルムだけで言ったらミラビリス平田と似てますけど、うん、やっぱごついですね、うん、ダイダリオンの方が、ね、さあそして残り4種類か、4、はい、まあ4種類とは言ったんですけど、はい、4匹紹介するけど実質3種類って感じです。あ、なるほど、はい、ほうほう。ただそこのやっぱ違いもね感じてほしいっていうところがあるので、ええ、はい、じゃあまあそう言ってる中、まあここは僕のチャンネルでも登場してます。はい、これもまた不思議なクワガタ、ひょうたんクワガタ。あ、名前を聞いたことある、はい、こちらです。はい、出た、これぞ、もうでっかいひょうたんクワガタ、なんかでかいやつですね。はぁ、これも台湾、すごいよね、ひょうたんクワガタ。まあこういう系の、うん、まあちびクワ系のフォルムの中では大きい子、はいはいはい、いいね、なんかこの筋感も、はい、そう、筋感もね、やっぱかっこいいですよね。いいね、そうだから、そういうのがはっきり見えるサイズ感にまで大きくなってるのがいいですね、うん、そうで、このやっぱ 枝切りみたいな顎、これもいいですよね。肉、ちょっと肉食入ってんじゃないかな、はい、だからあのうちでいうと類質のひょうたんクワガタとかいるじゃないですか、はいはいはい、あそこと同じような感じなんで、ちょっと肉食入ってんや。そうですね、だから動物性のタンパク質みたいなのを欲したりします。だからあの類質のひょうたんクワガタとかも、うちでいうとモモンガのペットフードとか、ちょっとこう巻いて置いたりとか、だからまあサナギとかも食べたりしますね。はあ、まあどの種類にも言えるっちゃ言えるんですけど、まあそうね、体液とかでとかもあると思うけど、はい、ちょっとあるんや。そうですね、面白いね。そう、だからまあひょうたんクワガタ系だから、ほう、なんか多頭飼育で飼育してたらガッと増えるんじゃないかなとは思ってるんですけど、ちなみに僕もこれ別で購入済みなんで、はいはいはい、それはもう産卵セット組んでるんで、うん、いずれ割り出しとかもあるかもしれないんで、はいはい、そこも楽しみにしててほしいですね。お待ちください、うん、これもやっぱ大きいひょうたんクワガタの中では最大種なのかな、はい、ちょっと曖昧なんですけど、そう、ええ、でもだからその分こうギザギザこの、うん、筋の感じとか、はっきりね、うん、顎の感じとか光沢感とかすごい分かりやすいんで、そうね、うん、目で見てこう確認できるような、そうですね、楽しみな、うん、そう、だからこういったことがね、うん、ワンチャン展示しながら産卵セットみたいに土深くして、あ、繁殖もできたら楽しいのかなとも思ってたりはします。一応そういうパターンも、はい、まあまだ分かんないですけどね、はい、今計画途中なんで、ワクワクいっぱい言ってます。そうですね、はい、好きに発言してます。そう、だから逆に視聴者の方もこういうのどうみたいなのあったら、うん、ぜひコメント残してください。ぜひお願いします、はい、そう、このひょうたんクワガタ、はい、これで、14種ですね。14、はい、いよいよ後半になってきましたけど、はい、いや後半に入ってますよ、はい、ここで、2匹同時に、ほっ、1種類だけど形状の違う2匹って感じですね。なるほどね、はい、種類としては、はい、アルキデスヒラタです。出ましたー、はい、アルキデス、いやもう因縁のねライバルです。ライバルなんですね、ええ、バトルしてたんですか。戦いました。インドネシアで生まれたんですか。いや、あれは、はい、あの戦ったところは、はい、でもまた別、愛知でした。ああ、愛知、クワガプラネットでね、はい、僕が描いた絵がアルキデスで、それを当てるまで描い続けるっていう、出会ってしまったよ俺とアルキデスは。そこで鬼企画ね、そう、そのことはまた別で購入しました。はい、そう、立派なこの顎の形状が、まあ一応端子、中子、長子っていう、はいはい、顎のサイズ感が違うことによってこう形状が違ったりとかするんですけど、それの、まあ、端子寄りの中子って感じかな、はあの子からまず出します、はい、がこちら、はい、はい、あー、まあそうですね、こっち、まあ、僕が多分そうですよね、こっち側のイメージ、うん、おーおー惜しいかっこいいですね。惜しいね、でかいな、何ミリだ、結構でかいです、でかいなっていうか87ミリ、おー、はい、でかい、あ、中子寄りの端子ですね。中子寄りの端子、はい、そう、まあここのギザギザがやっぱ特徴で、で、ね、で、胸幅、ここ、まあ、歩きです、はい、胸の部分、うん、ここがやっぱ太いっていうのが、太い子が人気っていうとこがあるんですけど、やっぱすごい太い、ね、はい、ここが37ミリですね、ほー、 37.3、 はいはいはい、
だから100ミリ超えるスマトラとか、うん、でも37あるかどうかとかだったりするんで、そこでやっぱ太い、ここが40超える子とかでいるの、いたりするんで、そういう子とかはやっぱもう10万円じゃ買えないとか、っていうレベルだったりします。やっぱそこの、まあ、特徴としてやっぱここのが太いというのがやっぱり、まあね、はい。で、この端子タイプの方がこの胸幅っていう胸の部分が大きくなりやすかったりとかするんで、この端子タイプで90ミリ、うん、で胸幅が40近いとかっていう子が人気だったりとかありますよね。なるほどね、うん、でもやっぱ飼育下だと結構難しかったりするらしいです。あ、そうなんや、はい、っていうこの端子の子と、ちょっとサイズでかいんでここに置きます。はい、はいはい、と調子の子ですね。調子の子、顎長い方、はい、こっち多分平岡さんあんまり見る機会ないと思います。もう僕は前回見れなかったですね、はい、がこちら、はい、お、そう、こんなに変わるんですよ。あ、全然違うやん。面白いですよね、これ。あ、そう、逆に顎が長くなって立体感が減るっていう。ギザギザも減って全然変化。あー、いや、ダメよ、ダメ、あー、ごめんごめんごめん、ダメよ、あ、危ない。一触即発、うん、一瞬危なかったね。いやー、すごい。こんなに。ちなみにこの調子の方が95ミリ、うん、わあ、でかいね。やっぱ調子の方がサイズは出る、やっぱ出やすいとは聞きますね。あ、そう、だからやっぱ90超えてくると調子、はいはいはい、のこっちのタイプになる子が多くて。なるほど、ね、それでもやっぱりめちゃくちゃ立派です。いや、95、大きいよね。なかなかショップでは見ないかなっていうサイズ感ですね。全然もう顎見てくださいよ、うん、顎ね、これが調子タイプです。たまにいるって感じです。あ、95超える子はこれがね、大した全然違う。強烈だ、すごいね、やっぱ力、強さ、力同じでもこれが、そう、同じ種類、うん、ちなみに両方野外個体なんで、うん、もうまさにこのフォルムでインドネシアにいた子たちです。すごいね。すごいですよね。これはもう別に場所が、その中での場所がとかじゃなく、単純にこういう長い子で、小さい、はい、短い目の子も出て、そうですね。で、しかも別に、まあ、サイズによってもしかしたら顎調子になる割合とかが変動はあるかもしれないですけども、はい、ちっちゃいからといって端子ってわけでもないし、大きいからといってその調子ってわけでもないっていう。面白いね。そう、このサイズ感で、この顎の感じの子になると、やっぱりもう、まあ、標本家の人もからも人気って感じですね。なるほどね。まあ確かにこっち系のこのタイプの顎のはかっけえよ、はい、かっこいいよね、やっぱガッとなってんの。そうですね。でもやっぱこの顎のタイプの方がやっぱ縦は伸びやすいですね。そうよね、はい、うん、やっぱこっちの方がね、より顎がギュッとされてるから、ね、うん、よりこうアルキデスの特徴の胸が強調されるっていう、そうね、ところは強いかな、うん、パワーもありそうな感じするしね、はい、だからまあここの胸幅、この胸の幅とかの、ここのフォルム、横幅の部分と端子っていうのを求めてブリードされてる方とかもいるらしい。そういう、はい、確かに夢あるよね。そう、だから僕もそこを求めてブリード始めたりしたんですけど、一回途中でやめて、で平岡さんの企画を機にまたブリード始めてるって感じです。そうですね、はい、いやー、いいね。そう、これもね、やっぱね、全然雰囲気変わるんで、同じ種類だけど違うみたいな。いや、かっこいい。そう、結構いろんな種類で調子端子で差が出たりとかあるんで、うんうん、まあだからノコギリクワガタとかも、はい、ちっちゃい子はなんかニッパーみたいにピョンって生える顎で、うん、大きいとこうくの字の立体感ある顎になるじゃないですか、はい、それの感覚ですね。なるほど、はいはい、これが、はい、2匹でした。いやー、いいですね、はい、だからまあ18種類って言ったんですけど、17種類ですね。17種、はい、はい、そして、はい、お待たせしました、いよいよラストです。ラスト、はい、まあ僕の中でラストはこの子かなっていう最後にしたんですけど。なるほど。もう最初はね、もうガンダムに手に取った方で行こうかなって、はい、なんか知らない間に、はあ、そんなこと言ってたんですか。言ってたよな。あ、全然選んでくるね。あ、確かにめっちゃ選んじゃいました。まあでも
そりゃそうよ、うん、そりゃそう、まあそうっすね、そりゃそう、うん、でもこれはね、うん、名前だけ聞いたらえこいつ最後みたいなぐらい流通数ある子です、はあ、それぐらいの流通、まあ、多い粉の中でもそうです、ね、最後に来る理由があると、はい、それが、はい、種類としては、はい、スラウェシヒラタです。スラウェシヒラタ、はい、確かによく聞く。そうですね、これもインドネシアの、うん、まあ、インドネシア便で年間通して昆虫ショップとかよくいる種類で、うん、そうですね、まあ、大体7センチとか8センチぐらいの子がよく置かれてるんですけど、はい、今回のスラウェシ、ええ、ちょっともう出して感じてもらおうかな。ちょっと見たいですね、はい、まあ最後にするようなスラウェシって言葉っていうところもあるんですけど、はい、はい、こちらです。はい、いやー、むちゃくちゃでかい。でかー、これでかウェシです。でかウェシマジでこれはでかウェシちなみに105ミリです。やばいね、めちゃくちゃでかい。はー、いうなぎなたみたいな、ね、そうね、ここがねやっぱ特徴的で、まあ、帝王ヒラタとかすごい似てるんですけど、スラウェシヒラタ、ちなみに100ミリ超えた、これ産地はえぐいぐらいでかいやん。産地はあーでもインドネシアのスラウェシとのですね、はいはいはい、はい、まあスラウェシ島、まあもともとセレベスヒラタって言われてた、セレベス島っていう島だったのがスラウェシ島になったっていうのが、はいはい、スラウェシヒラタになったんですけど、めっちゃでかいな、まあ、昆虫ショップとかで70ミリとか80ミリぐらいの子がよく流通してて、はいはいはい、っていう子は、まあ、3000円前後かな、3000円から4000円ぐらいで、はいはい、オスメスペア購入できるんですけど、ランバージャックで、うん、このスラウェシヒラタの100ミリがおもう2年、3年ぐらい前になるかもしれないですけど、はい、野外個体販売されてて、ええ、そのまあ野外個体っていう貴重度もあるんですけど、はい、それが88,000円。うわすごっ、はい、だから通常は4000円前後で流通するような種類がサイズによってね80,000円、だから20倍になるっていう。いやすごいね、すごいですよね、まあ、それぐらいまあ珍しくて価値のあるっていうことですね、はい、そうですね。ちなみにそれももう速攻で売れてましたね。はぁ、あ、やっぱね、はい、っていうぐらいやっぱまあ大きいのを求めてる人もそれだけいるってことではあるんですけど、うん、でこの子はまあサイズで言えばもうその子、はい、そこよりもでかい、でかいっていう、まあ飼育個体なんですけど、これが4万円です。おー4万円でも高いね、はい、いやまあね、うん、普通に考えたらね、うん、スラウェシ95ミリぐらいで8000円とか、まあ、1万円前後ぐらいなんですけど、はいはい、まあでもそこから1センチ変わるっていう部分で4万円ってなるとだいぶ安いですね、実際。安くでも変えてる、うん、はい、これはだいぶ安く変えた子です。もっと高くてもいいぐらい、うん、ペロペロしようとしてなんか伸ばしてたな、なんかもうご飯お腹空いてますね、うん、あ、お腹空いてるっていうことない、はい、うわ、惜しいね。でかくない？あ、でかいよ。ずっと大きいことを OC っていうのやめてもらっていいですか？いや、そう。いや、OC のはそう、はい。あれね、オスオス C。あー。その、大きくて言ったわけじゃない。わかんないわ、OC ねって。どこの言葉？いやいや、そう、なんか OC や。いや、わかんないです。うん、大きい、え、何？あー。姿の。まあ、だから。だから竹だけ C 的なことですか？うん、そう、竹だけ C。どっち？俺が今ミス？ツッコミミス？ツッコミミス、そんな熱ないでしょ。いや、おーし言うの、みんな言うんすか、うん、どうみんな的には、まあ言うよね、はい、ちょっと意見待ってます。まあ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 、はい、そう、俺ずっと気になってたんですよ、おーしいねってずー言うけどああまた平岡さんがハマってるチャンネルの人の口癖かなみたいな、全然俺のオリジナルで、オリジナルなんかに、しかもオリジナル、わかるかよ、じゃあオリジナルでやってますね、うん、ああ、ありがとう、会話もできるんですね、うん、俺グラスまで、カメラマンじゃない方がいいですよ。だとしたら会話できるなら。確かに、うん。あ、でもかっけえ。105ミリ。これはね、見て。でかいよ。衝撃でしたね。このでかさはやばいです。105ミリ。だからパラワンとかじゃないと、僕のチャンネルで言うと見れないサイズ感なんで。うん、で、僕ん家のスラウェシ、また産地がちょっと違うんであれなんですけど、ええ、僕ん家のスラウェシ、一番大きくて97ミリとかなんで、ああじゃあ1センチぐらい、1センチぐらい違うのって、違うわけね、うん、なんかまあよくもう年中昆虫ショップにいるけど、うん、昆虫ショップで
だから100ミリのスラメシがその当時ランバーで入ってきたのも、うん、ほんと数年ぶりとか言ってたんで、このサイズ感ってなると昆虫ショップでもめったに会えないような種類のサイズ感、うん、これはでもちょっと見てほしいね。これ見てほしいですね。こんなに、うん、これ結構迫力感じると思う。いやこれすごいね、うん、映像で伝わんないサイズ感、うん、これだから、うん、手がね、なんとかちっちゃくできないんだな。これがね、ま、なんか分かりやすい比較のやつ皆さん、あったら教えてください。これと比べたらサイズ感分かるみたいなね。そうでもまあ105ミリのスラウェシを、最後に紹介させてもらいました。いやこれはぜひぜひ展示、うん、見てほしい。そうですね、これすごいよ、うん、だからこれより前に水槽のね展示の、はいはいはい、展示用に買ったアクアリウム用のやつ、うんうん、あれ買いましたけど、ええ、空いた場所にこういう子一匹とかでもかっこいいかもしれない、ね、いや確かに全然ね、その水槽に負けないぐらいの、確かにそう持ってると思うんで、ね、そうですね。まああとは隠あれだと隠れちゃう可能性あるっていうのはあるから、ええね、どこにどう配置するかはまだ今後ですけど、うん、いやー、はい、この子もまた飾る予定なんで、ええ、楽しみにしててください。いやーいいっすね。いやこれで以上です。いやすごい、はい、合計18匹、うん、17種18匹、はい、ご覧いただきました。いや素晴らしい、はい、これで以上です、はい、いやすごかったね。すごいですね、まあ、正直こんだけ購入できて26万なら、うん、高いけどまあね満足度はそれ以上なんでね。はいはいはい、はい、でこれを、まあ、みんなが見てくれると思うとね、うん、よりちょっと楽しみですね数ヶ月後。どうでした平岡さん的には。いやこんだけまずやっぱ種類をまあ見ることもあんまないし、でまあなんかやっぱこう特徴はこうでっていう、はいはい、ね、そう言ってもらいながら見ると、はい、あそうなんやってあるんでね。なんか展示のところとかでも多分なんかあると思うんで、ああ気づく部分とか、そう見ながらこう見比べてみるっていうのもね、はい、まあ確かにね、うん、やっぱいいね、良かったですね、良かったです、うん、でも僕もこの展示っていうのを機にブリードというか、うん、購入する、はい、機会が得られてそこで、まあ、じっくり見れてやっぱその種類の良さみたいなのも、はい、改めて感じる部分も今後もあるとは思うんで、楽しみですね。いやいいっすね、うん、だからまあ皆さんの中でこの生態とか展示してほしいとか、そういったのもコメントをいただけたら、はい、今後そこで検討させてもらう可能性も十分にあるんで、はいはい、ぜひぜひコメントでこの種類も見たいとか、そういったコメントも残してください。お願いします。お願いします、はい、で今回は26万円分の、生態たちを展示するために購入した結果、はい、大満足でございました。素晴らしい、はい、この中の子たちもうち、でブリードもチャレンジしてみようかなっていう感じにはなるんで、やっぱまあせっかくペアだし、そうですね、はい、だからまあ、メスはメスで今後うちで割り出しの時に登場したりとか、はい、1年2年後とかに羽化掘り出しでまた改めて出てくるとは思うんで、ぜひぜひ楽しみに、はい、楽しみに待っててください。お待ちください、はい、そんな感じで今回の動画は以上になるんですけど、はい、ここでもう一個重大なお知らせですけど、ほう、新しい X を開設します。新しい X、 はい、開設します。はい、昆虫ショップの、ほう、まあ、昆虫館のね、はい、X を開設したんで、はい、おっ、それ概要欄に載せとくんで。なるほど、はい、今のところ現状の、はい、X の、まあ、はい、アカウント名、そうですね、まず、はい、店舗名などがないのでは紹介したいんですけど、はい、現在のアカウント名ですけども、ええ、6月にクワカブ展示のお店になるアカウントカッコ仮です。はい、いろいろ乗っかってる感じある。めちゃくちゃ乗っかってます。はい、はい、これがまあショップ名とか、はい、それ以外にも内装だったりとか、随時お知らせする用のアカウントになって、はい、でアカウント名もオープンの日が確定したりしてから、はい、そのショップ名に変わるって感じの予定で、なるほど、いまして、だから、まあ、まあ YouTube 上でひとまず、はい、よかったらフォローをして、うん、待っててもらえたら嬉しいなっていうので、いやお待ちください。はい、なんで概要欄に新たにそのアカウントも、はい、載せとくんで、うん、はい、ぜひフォローして待っててください。お待ちください。はい、というところかな今は、はい。今話せるのは。いやー、はい、でも着々とね、はい、進んでる感じあるね。まあそうですね。ここからまたちょっとバタつくかもしれないですけど、はいはい、まあ、YouTube でもこうお知らせしつつ、はい、その今伝えたアカウントで、うん、ええー。
YouTube 動画外でお知らせできるようなことはお知らせして、うん、はい、っていう感じで、うん、やっていくとは思うんでね、はい、うん、4月ぐらいからだいぶ一気にこう動き出すとは思うんで、うん、はい、もうあと3ヶ月切ってるわけですからね。ね、うん、確かに。どうなるかわかんないですけども、ね、いやまあもうね、うん、あとはもう流れのまま、そうですね、やれることやっていきましょう、うん、だからまあちょっと楽しみに待っててください。ぜひお待ちください。はい、なんで今日登場した子たちも展示予定になるんで、うん、はい、はい、ぜひ生で見に来てください。ぜひぜひお願いします、はい、そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。